ないって言ってるじゃん。じゃあ分かって、なくていい。なくていいじゃないですよ。いいよ、だからなくて。番組のスタッフこんだけやってんの、なんすかあれ。なんですかあれ。ちょっと待ってよ、ちょっと。メール来てんだろ。皆さんこんにちは、チュンちゃんと青豆くんです。さあ今回のテーマはキムタクシリーズ第1弾、一触即発キムタクがぶち切れた。一体何が起こるんやろ。それでは早速見てみましょう。これだ。ワン、ツー、スリー。お、スマップやん。いや、そうけど面白い話いっぱい。そうかね、コンさん呼んでる。ドッキリの仕込みやで。キムちゃん、コンさんじゃあ、コンさんの入り次第、本番いきます。どうしよう、これ。これしよう。マイクだけ当たんないんですよ。外出しときよ。絶対した方がいいって。中にこうして、何、内側の心キムタクめっちゃ気持ちよそうに寝てるやん。今回のドッキリターゲットはシンゴちゃんと木村くんみたいやな。中井くん横のメンバー、スタッフさんも全員仕掛け人みたいや。バブルガムブラザーズのコンさんがこの後木村くんと一触即発の危機に。一体何が起こってまうんやろ。うん、よろしく。なんかコンさんちょっと怖いな。いいっす。ありがとうございました。これ。あ、申し訳ない。つけてくれて。ありがとう。コンさん、僕らにはないんですかね。ごめん。俺、スマップって一人だと思ってたんだ。ごめん。コンさんいきなり喧嘩売っとるやん。さあ、それではゲストが、登場する木曜日、今週のゲストはブラザートムさんです。中井くん、おい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 、コンさんだよ。お前マジか。どうも、シーム君に何ですかね。お土産、アポロシアターにさ、出た時に。え、出たんですか。うん、出た。昔なんだけど、その時にもらった大事なやつなんだけど、あれリングついてたやつ。リングついてたでしょ。これですか。リング下についてないですよ。いや、ついてる。落っことしちゃった。いや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 、何ですよ。このリングはすごいリングなんですか。すごいのよ。後ろにアポロシアターの記念にアポロって彫ってあるやつが、ここについてる。ついてないそれ。アポロシアターってそれが大事なのにあげたのに。まあいいや、後でゆっくりその辺から。いや、コンさん、それは怖すぎやる。ちょっと、なんか僕がなってきちゃった。キムレにはないんですか。してるもんね、チャラチャラね。チャラチャラ、チャラチャラ。結構チャラチャラだじゃん。チャラチャラ。チャラチャラ系じゃん。まあ、人のこと言えないんじゃないですか。いや、俺はもういいのよ。え、俺は別にさ、いいんだけどさ。コンさん、だんだんキムタ君からできたで。こいつなんかさ、あるやつに聞けばさ、うん、飲んでた隣のやつに聞いたらなんかさ、芝居の話とかね、ばっかりしてんだって。面白くないのよ、だって。芝居の方だよ、ばっかり話してね。それで、なんか、どこで？え、なんか言ってたよ。生意気だと思わない？なんか、人気だけでさ、芝居が上手い下手とかさ、ああいう時のやっぱり芝居って俺はさ、こうやって、カメラ目線でこう言ってさ、それで、お前だったらどうするみたいなこと喋ってらしいのよ。いや、でもそれはもう誰がいい、すごい名前だと思う。武田真治から聞いたんだけどさ。コウさん、グイグイグイやん。マジで人気だけでそういう芝居とかさ、やっちゃってさ。でもなんか、あー、なんかやばい雰囲気。向かいじゃないですか。違う話でもいいんですけども、僕から言わせてもらいますと、そういう風にコウさんに言われる筋合いもないんじゃないかってなんですよ。筋合いもないとか言っちゃうぞ、俺に対して。いや、筋合いないっていうか、コウさんがそれに言うじゃん今よ、まあ、いや、言うのはいいんですよ。言っただろうね、筋合いがないって。俺なんか筋合いだから言われる筋合いがない。どうぞ。面白くないな。いや、面白くないって言われてもね、僕らも一方的にね、まあ、言われるわけですから。こんなになってさ、倒してさ、どのコウさんがあかんあかん、やばいやばいやばい。みんな仕掛け人なのにめっちゃ怖がっとるやん。ない。何にもない。何にもない。何にもない。今好きなミュージシャン。今好きなの純粋だから私。さすがシムちゃんや。バオナが混ぜようとしろんかな。オッケーじゃん。大丈夫。いいよ、やめても。やめましょうよ。やめようか、じゃあ。いやいや、もう十分、十分。十分取ったんじゃない。シンゴ、もう、指輪。口の中です、最初から。ちょっと探して、その辺を取ってください。来た時なかった。うん。森ついてたの？わかんない。もう一つ、もう一つ。どっか怒ってないですよね。そんな話したの？僕の。
んじゃねえかよ。あんじゃねえかよ。ちょっと来いよお前。ちょっと。座れよ。絶対嫌やこの雰囲気。こんな指輪になっちゃったけどよ。どう思ってんですか。いやそれでも森に渡した時あったんですか。おったよこれ。ついてたの。ついてただろ。ちゃんとさっき渡した時は。これが大事なんだっつっただろ俺がよ。てめえうんっつっただろこの野郎。聞いてんのかよ。なげんなよ。ちょっとじゃねえってんだよ。キムタク怒っとる。知らないで。あかん。これガチでヤバいやないの。ないって言ってるじゃん。じゃあ分かってなくていいよ。なくていいじゃないっすよ。いいよだからなくて。番組のスタッフこんだけやってんのなんすかあれ。何ですかこれって。ちょっとさ、やっぱこれじゃ番組になんないから、もう一回やってもらえませんかね。いいよ俺は。あ、いや、やるやるやるやりましょうよ、もう一回。ちょっと待ってよ。やめろっつってんだろ、お前。やめろっつってんだろ、ほら。やめられねえのか、ほら、ほら。手が出すもんじゃねえ、ほら。手が出すもんじゃねえ、ほら。手が出すもんじゃねえ、ほら。やめろ、やめろ。あ、慎吾くん元気がないですね。そういうわけじゃない。俺は若いだね。もう火にあの一斗缶の油注いだみたいだった。マジでね、やることが全部ね、すごいわ。シートさんはいかがですか今。もういい加減コンさんでも殴っちゃおうかなと思った。じゃあというわけでカメラに向かってお願いします。せーの、大成功。混ざる混ざる黄昏が今